機密よし、酸素もよし、前と同じようにやれば平気。一つ簡単なルールを守るだけ。エラ、そのルールって何？凛に従う。ボスは常に正しい。その通り、私に従う。採掘は他の仕事と同じ、安全確実にやって、一日の終わりにはポケットいっぱいのクレジット。そう、宇宙港での仕事と同じさ。ただ崩落やらレーザーやら切断事故やらがもっと多いってだけ。役立つ説明ありがとね。きっと大丈夫さ。最初の仕事はバッチリだった。それに正直そんなに難しくない。このために彼を雇った。やる気出るでしょ。それに俺は300メートル離れたヘリウムを見つけられるからね。確かに残念ながらここにはないけどね。でもここの交渉だけでも私たちのヘリウムは賄える。これが終わればきっと有人星系の端までジャンプできるだけの燃料が手に入る。鉱物が多いほど金になる。その繰り返しだ。でもバルーン家の領域に無許可でジャンプするのだけはもうごめんだ。泣き言ばっかり。まだマシな人生よ。とはいえほとんどのやつはここまでやれない。あんたの今後が楽しみね。ハグはシフトが終わってからにするか。はあ、そんなこと言ってると採掘現場に置いてくからね。はいはい、そうですか。さて、状況の確認。時間はどう？もう少し、サンプルを取るか。だね。でもあんたはダメ。イザベルを見といて。派手に爆破させないように今日生き埋めにされるのはごめんよ。了解。分かってるね。呼吸を安定させて、それから下ではヘルメットは外さない。ここは酸素プロセッサの範囲外だから。呼吸に適した環境での採掘は神が禁じてるからな。自由構成同盟の領域で仕事をするメリットはね、規制が少ないこと。だとこうはいかないよ。手つきばっかりでさ。どのくらいでここは終わるんだろう。最後の採掘だって聞いたが。早くこの岩を離れたい。気をつけて作業しろ。忙しい。話は後にしよう。ん？だけでオーバーヒートしちゃうのよ。あんたが来るまで私が新人扱いだった。リンは今でもうるさいけど。興味ない。なんだか知らんが、
他に行く場所あるんだろう。おい、忙しい。忙しいんだ。邪魔したいなら他のやつにしてくれ。今回はいいね。あんた選ばれてラッキーだったよ。アルゴスは大体現場選びがうまくないけど、今回は奇跡だね。こんな楽なのに慣れない方がいいよ。次の現場は有毒物質があるか、それとももっと広いか。何？何かよ。状態を確認してる。おしゃべりはほどほどに。サボってると後で給料を減らされるぞ。仕事を続けないと。また後で話そう。次は絶対に自分でスーツを選んだ方がいい。自分の道具は自分で選ばないとね。アルゴスが用意するスーツは、まあほら着れるよ。それ以上のコメントはできないけどね。待ってるの。放って。あとどのくらいでここは終わるんだろう。最後の採掘だって聞いたが、早くこの岩を離れたい。俺と話す前に何度か採掘をこなしてもらうぞ。なんでこの仕事に就いたの？綺麗なパンフレットに騙された？リンに気に入られてるね。彼女はボスだし、人を見る目があるのかな。慣れてきた？採掘の人たちはとっつきにくいけど、みんないい人だよ。ああ、シフトがどんどん長くなるな。アルゴスらしいね。最大限に絞り取ろうとする。シフトを終わらせたいだけだ。
乱だ。一緒に来て。行くよ、ついてきて。ヘラーの邪魔しないの、繊細な作業だから。壁が落ちたら進むからね。ヘラーの邪魔しないの、繊細な作業だから。行くよ。ヘラー、状況は？追ってるものは異常な数値を出す。少なくともそう聞いてる。なるほど、怖くなってきたな。大丈夫、いつも通りの仕事だよ。行こう。近づいてると思うけど、でもこれはリン、まずい。状況があまりにもおかしすぎる。ヘラ、場所はどこ？その先だ。よし、あんたの出番だ。妙なことになったら助けに行く。妙なことになったらだって？黙ってくれる？二人とも仕事して、クライアントが向かってるんだよ。大丈夫だ。うん、落ち着け。失神してたぞ。体は大丈夫だ。精神は様子見だな。自分のことがわかるか？アルゴスエクストラクターズの新人だ。思い出したか？これに見覚えは？
久々にあんたの経歴を見直した。すごいね。長距離輸送は座ってる時間が長いこと以外は採掘と似てるかも。まあサンプルは回収したし、クライアントはこっちに向かってる。報酬はもらえる。何が起きたか覚えてない？とにかくあんたが気を失ってたのは確か。それ以外のことはきっと脳の変ないたずらだね。どのみち目的のものは手に入れた。こんなもののために苦労？大したもんじゃなさそうだけど。見た目なんていいんだよ。この鉱山の採掘量1ヶ月分より価値がある。これなら噂をすれば。コンステレーションの依頼人が接近中。あの探検家軍団の？あんなの冗談だろ？いいや、あんたは若いから知らないだけ。でも連中の評判聞いてるだろ？なんならここの半分は連中の存在すら信じてない。ここの半分は地球の存在も信じてないけど、地球はちゃんとある。コンステレーションも同じ。いや、でも外宇宙の探検だぜ。今時流行らない。基地の宇宙だって十分複雑だってのに。彼らはそう思ってない。うわ、顔色悪いね。リンに運ばれてるのを見たよ。ひどいね。気を失うのは恥ずかしいことじゃない。誰もがどこかの時点で闇に誘われちゃうんだ。ヘラーのユーモアには慣れた？怠け者っぽいけどちゃんとしてるやつさ。ホームシックは平気？岩ばっかの衛星に来た新人は毎度ホームシックにやられちゃうんだよね。平気？そう、じゃあ仕事に戻るね。平気か？コーヒーでも飲むか？ワンパックあったと思うんだ。ヘラーが救急セミナーの成果を見せたがってるね。運がいいな。医療品を持たせない会社とも仕事したことがある。忙しい。話は後にしよう。話は後で。Thank you.
なんだ。おい、仕事中だ。興味ない。なんだか知らんが。他に行く。おい、忙しいんだ。邪魔したいなら他のやつにしてくれ。ベクテラ採掘2日目、自由構成同盟クレーム ID ベータ 7548α、 現場の設営は苦もなく終わった。エレベーターも含めて18時間、私たちにとって新記録だ。でもプレハブはかなりガタが来始めてる。そろそろ新しい設備の予算を出す頃合いだね。クルーはよくやってるし士気も高い。ヘラーは相変わらずめんどくさいやつだけど、なくてはならない存在になってる。これが愛憎愛半ばする関係ってやつ。ああ、カルバートはまだチームの弱点だね。バカみたいに訓練するわけにもいかないし。だけど火星高に娘がいてクレジットが必要らしいから、もう一回だけチャンスをやるよ。彼女が使い物にならなかったとしても、まだあいつがいる。その点は明るい材料だね。監督記録、アルゴスエクストラクターズによるベクテラ採掘2日目、自由構成同盟クレーム ID 今回はいいね。ベータ7548、あんた選ばれてラッキーだった。現場の設営は苦もなく終わった。エレベーターも含めて18時間、私たちにとって新記録だ。でもプレハブはかなりガタが来始めてる。そろそろ新しい設備の予算を出す頃合いだね。クルーはよくやってるし士気も高い。ヘラーは相変わらずめんどくさいやつだけど、なくてはならない存在になってる。これが愛憎愛半ばする関係ってやつ。ああ、カルバートはまだチームの弱点だね。バカみたいに訓練するわけにもいかないし。だけど火星高に娘がいてクレジットが必要らしいから、もう一回だけチャンスをやるよ。彼女が使い物にならなかったとしても、まだあいつがいる。その点は明るい材料だね。話す前に何度か採掘をこなしてもらうぞ。ここには古代生物の殺人兵器でも埋まってるとか。ダイヤモンドだったら俺も一つくすねてジェニファーにあげよう。それかカルロス、あるいはミア。もし殺人兵器だったら俺が最初に撃たせてもらう。それが条件だ。
シフトを終わらせたいだけだ。あとどのくらいでここは終わるんだろう。最後の採掘だって聞いたが。アルゴスは大体現場選びがうまくないけど、今回は奇跡だね。こいつはリンの素晴らしい右腕の個人記録さ。そう、俺だ、ヘラーだ。今日も京都ででかい岩石だ。今回問題になる岩石はベクテラ。こいつはなんだ、衛星だ。おい、仕事中だ。宇宙にあって鉱石が取れる、似たようなのを何百と見てきた。俺みたいにネオジムとバナジウムとイリジウムをきれいに区別して楽しめるようならいいんだがな。仲間のやつらは大好きだけど、大半は鉄と鉛の見分けすらつかない。興味ない。他に行く場所あるんだろう。おい、忙しい。早くってヘラが救急セミナーの成果を見せたがってるね。運がいいな。医療品を持たせない会社とも仕事したことがある。気をつけて作業しろ。忙しい。話は後にしよう。こんな楽なのに慣れない方がいいよ。次の現場は有毒物質があるか、それとももっとひどいか。何？何かよ。次は絶対に自分でスーツを選んだ方がいい。自分の道具は自分で選ばないとね。アルゴスが、話は後で。今回はいいね。あんた選ばれてラッキーだったよ。アルゴスは大体現場選びがうまくないけど、今回は奇跡だね。こんな楽なのに。何？何かよ。次は絶対に自分でスーツを選んだ方がいい。自分の道具は自分で選ばないとね。アルゴスが用意するスーツは、まあほら、着れるよ。それ以上のコメントはできないけどね。話は後で。なんでこの仕事に就いたの？綺麗なパンフレットに騙された？
リンに気に入られてるね。彼女はボスだし、人を見る目があるのかな。監督記録に補足。アルゴスエクストラクターズによるベクテラ採掘は未だ2日目。自由構成同盟クレーム ID ベータ 7548α。 表向きには今回もいつも通りの採掘作業ってことになってる。ベクテラには中間クラスの鉱脈が十分にあるから、みんな疑問を挟む暇もなく仕事に励んでる。ヘラーに知っておいてほしいことは全部伝えてある。つまり私の知ってることのほぼ全部だね。これもまたバレットの特別命令の一つってこと。カザールの件は大失敗だったけど、彼は支払いを守ってくれた。ワンパックあったと思うんだ。おい、俺のサンドイッチだ。気味の悪い。何か。だよ。見つかりそうな予感がする。それが何なのか。俺と話す前に何だか採掘を壊してもらうぞ。見当もつかないけどね。だけどコンステレーションにとって美味しい儲け話だっていうなら、私たちは黙って穴を掘るだけさ。そこに不満はないよ。バレットの謎のブツやら鉱石の剣を片付けて、できれば5日後にはこの岩の塊からさよならできればいいけど、その日には輸送船が回収しに来る予定だからね。シフトを終わらせたいだけだ。あとどのくらいでここは終わるんだろう。最後の採掘だって聞いたが、早くこの岩を離れたい。ヘラーが救急セミナーの成果を見せたがってるな。運がいいな。医療品を持たせない会社とも仕事したことがある。なんだ。おい、仕事中だ。興味ない。なんだか知らんが。慣れてきた。採掘の人たちはとっつきにくいけど、みんないい人だよ。ああ、リンに運ばれてるのを見たよ。ひどいね。おい、大丈夫か。いいね、新米。しばらく重いものを持たないのがいいな。ヘルメットして。ミーティングに行こう。ああ、コンステレーションが採掘の金を全部払ったのかな。とにかくその岩が狙いだ。おい、大丈夫か。しばらく重いものを持たない方がいいな。クライアントだ。行くよ。あの岩を売ったら撤収準備をするよ。ねえ、いい仕事したね。アルゴスにはあんたみたいなやつが必要だ。さあ行くよ。クライアントだ。行くよ。
忙しいんだ。邪魔したいなら他のやつにしてくれ。コーヒーでも飲むか。ワンパックあったと思うんだ。あとどのくらいでここは終わるんだろう。最後の採掘だって聞いたが。リンに気に入られてるね。彼女はボスだし、人を見る目があるのかな。久しぶり。そうだな。前に会ったのはヴィンディか。カザール、地獄だった。ここみたいにね。レアな鉱物の依頼で、あんたの好み少し変わったんじゃない。それで何か見つかったか。ここにある新人が見つけたの。そうだったか。それで作業はどうだった。ヴィンディの時みたいに無事終わったか。カザールだよ。それから全然無事じゃなかった。この人は採掘後に気を失ったの。起きたら変なことを口走って。そうか。旅はどうだった。まあ、宇宙が持つ無限の可能性は偶然以外のあらゆる要素に満ちていると言える。楽しいだろう。宇宙の偉大な謎への優しい入門法とは言えないが、まあそんなものさ。ほら、さっさとクレジットを渡して。そしたら二度とこんなものを見なくて済む。それからあんたも。だから君が好きなんだ。仕事一筋なところがね。バレット、ロンティアのスキャナーが軌道から向かってくる船を検知しました。巻いたと思ったんだが。バレット、
た？何でもないかのように海賊へ向かってったね。さっきのに参加してたの？勇気を出したって特別手当が出るわけじゃないよ。契約した時は海賊に狙われることはないって言ってた。今回は一体何を運んでるの？まあ生きてるだけ良かったってとこかな。なんて日よ。リンを見た？何でもないかのように海賊へ向かってったね。さっきのに参加してたの？勇気を出したって特別手当が出るわけじゃないよ。この費用が帰った後、スーツの連中が負担の共有とか言い出したら私は絶対抜けるから。岩でさっと仕事をすればいいのに、なんでできないかね。何発か当てれたか。岩以外のものを切るなんていつもあることじゃない。揉め事は初めてじゃない。運が良かったよ。紅の艦隊に何人もやられてきた。いつしか殺しになれるかって。まあそうだ、こんな後じゃいっぱいやってもいいと思うがな。何か隠してる気がしない？なあ気をつけてな。何発か当てれたか。岩以外のこの費用が報酬から引かれないといいけど。またバレットはつけられてきたね。いつものように。予想していたより少ない損害で済んだようです。紅の艦隊に追跡されています。残念ながら生き延びました。少なくとも一部は。予想していたより少ない損害で済んだようです。紅の艦隊に追跡されています。残念ながら。なんとか生きてるな。吐きそう。なあ、あんな状況でよく冷静でいられたな。なんとか生きてるな。吐きそう。ねえ、さっきはうまくやったね。冷静だった。厳しい状況下で見事にやってくれたな。君がアーティファクトを、つまり見たんだろう、あの原子を。私と一緒にコンステレーションへ来てもらう。もう無関係じゃないからな。夜空を見上げ、どんな世界なのかと無双したことはないか。それが私たちだ。私たちの行く先だ。こんなこと言うつもりなかったが、あのアーティファクトが君の頭に何をしたのかはっきりとはわからないんだ。そして君の力になれるのはコンステレーションだけ。待ってよバレット、ダメ。こんな面倒を起こしといてこのまま出発するつもり？そうか、確かにこれで君たちは全員紅の艦隊に狙われるな。では私が残ろう。代わりに君の採掘者に行ってもらう。いやいや、分かっている、分かっているとも。だがそいつはただの採掘者じゃない。そうだろう。岩に触ったらすぐに何かが起きたんだ。感じなかったとは言わせない。分かった、それでいいよ。さっさと行きな。大きな仕事があるでしょ。こんな攻撃を受けた後だよ。撤収して次へ向かうしかない。残りはアルゴスがやってくれるから行って。わからないの？もうここにあんたの居場所はないんだよ。これからは探検家たちについていきな。さっさと行きな。あの石を触った時に何が起きたのか突き止めるんだよ。よし、話がついたことだし。バスカ、ロッジまで案内しろ。必要な場合を除いて道草はなし。いいな、プロトコルインディゴだ。インディゴ？またですか。いいでしょう。おっと、そうだ、これを。今後役立つと思う。時間もわかるしね。
や、見事だ。その時計、完璧に似合っているな。それで質問は？彼らは海賊だ。戦利品を追っていただけさ。私にはお宝コレクターという肩書きがあってね。ああ、それこそが一番の疑問だね。コンステレーションなら答えを見つけられる。君の力を借りて。ほら、それが友人整形の問題だ。与えられることに慣れてしまう。みんなが忙しく政治をやっている間、私たちは未知の世界へ踏み込んでいるんだ。宇宙の空間を埋めているのさ。私たちがいなければこの銀河はただの暗い大部屋だ。厳密には私の船でもない。借り物だと思ってくれ。バスコが導いてくれる。それにコンステレーションに原子のことを教えてくれるなら特例を認めるよ。おいおい、知りたくないのか？自分が経験した光と音楽の宴のことを、君だけが影響された理由を。気づいていないなら言うが、私たちはずっとあれを何の問題もなく扱っている。見たところコンステレーションはそのアーティファクトと君両方を必要としている。この謎は一歩進むたびに大きくなるし、今や君も謎の一部なんだ。それとバスコ、私の船を壊させるなよ。行かないの？ここにいても何にもならない。アーティファクトをコンステレーションに渡せ。船長ですね。船長、プロトコルインディゴ発動中です。船長、できる限り支援します。船長、プロトコルインディゴ発動中です。
たいな。帰ったら真っ先に食べよう。私も長旅に備えてもっとお菓子を用意しておかないと。ルバーブのブームポップ、それにシリアルも。アービンが用意するおやつは最高なんだ。少しマシュマロを混ぜたりしてね。美味しいよ。わかってるな、バスコ。プロトコルインディゴは横道、脇道、回り道を許さない。お楽しみはなしってことだ。ただしだ、サラが厳密に定義したように、その横道、脇道、回り道が完全に必要な場合は別だ。このディスカバリー級宇宙船フロンティア号を無事に帰還させるためにな。この船は一応コンステレーションから借りてることになってるからな。まあ返すつもりなど毛頭ないが。シールド準備完了。あとはお任せします。船長、幸運を。船長。なあ、あんな状況でよく冷静でいられたな。行った方が良さそうだな。行って、バレットのやつは戦いには長けてる。大丈夫。行かないの。ここにいても何もならない。そう思ってな。ほら、言ってくれ。私。コントロールとシステムのテストをお勧めします。致命的な不具合の危機に瀕していないか確認しておきましょう。私が全プロセスをご案内することもできます。もしくはすでに操縦の経験が終わりでしたら、そのまま各システムを起動して目的地へ行きましょう。パワーの配分は直接コントロールできます。ではエンジンを見ましょう。エンジンは最大速度をコントロールします。相対速度を上げたり下げたりしてみてください。船のエンジンには旋回時の飛行性能を最大限に発揮する最適なポイントがあります。パッドに注目してください。スロットルを調整すると
左下の速度計が上下に動くはずです。速度計の針が右に表示されている垂直の線の中央を指すように速度を調整しましょう。ブーストは速度を一時的に上げるために使うことができます。それではシールドに注目してください。シールドへ送る動力を調整してください。動力が増えれば出力が増加します。シールドは船体をダメージから守ります。船体がなければ私たちは蒸発してしまいますから。シールドの耐久力は右下に表示されます。その下は船体のダメージ量です。
現在紅の艦隊から継続的に攻撃を受ける確率が高く、作戦の続行が危ぶまれます。彼らがフロンティアへの襲撃をやめることはありません。この中域の紅の艦隊の船長に対処する必要があります。最新の調査によると、近くの衛星クリートには放棄された施設が存在します。海賊の足場として最適な場所です。